ランキング。お。はい、じゃあ。昨日は食いしぶりイエローがまあメインで使って、一番食いが良かったのは、これが昨日は一番食いが良かったんですけど、で今回まあこれを支給されて、これも結構食いましたね。丸エビ、あの丸エビイエローですね。5、4、3、2、1、はい、スタートでーす。同じく3匹、1930、15g。 ということです。 15g ということで、山本さんが決勝に進まれました。はい、おめでとうございます。3015、はい、よろしいですか。はい、よろしいですか。はい、いや
それでは第3回 M1 カップチヌ全国大会をただいまから決勝戦を行います。よろしいですね。60分を3問やりますんでよろしくお願いします。はい、じゃあ始め。いよいよ2015ファイナルということで第3回の M1 カップチヌ決勝大会の決勝戦始まりました。左から左は平野さんですかね。平野さん、佐世保で在住でですね、48歳ということで、先ほどの準決勝の試合ちょっと見させてもらったんですけど、もう塩をちゃんと味方にして匹数も3匹釣られております。で、まあ綺麗な釣りされてましたね。どちらかというと今見たら前走で沈めていくような感じの釣りを展開されてました。で、真ん中なんですけれども、有本さん、こちらも九州の方、なんと一緒の車で来られたという話なんですけれども、年齢は39歳で、まあ、釣り方なんですけど、大内明さんのお弟子さんというか、その教えを買ってですね、遠投調法のスルスルの釣り方がメインになっているんじゃないかと思うんですけど、そして一番右側なんですけども、山本義文さんで41歳、兵庫県の姫路から来られております。まあ、41歳なんでですね、厄年ということで、厄年性分が結構強いということですね、いいんじゃないかと思います。その前回というか、準決勝の試合はなんと島田さんとの試合で、島田さんがなんと最後ラスト本当終了の時にかけられて3対3という僅差で、なんと 15g で勝ち上がってこられたという、もうその僅差を勝ち上がってきたその
勝負運というかその辺も見ながら勝負の行方を見たいと思うんですけどね。有本さんもですね、なんと準決勝ファイナル6人残るときになんとワイルドカードで上がられて運を持っとられます。まあ、お真ん中、お、ヒットです。有本さんヒット、おお。早くも1匹目です。お、来ました。いい感じで差が回っております。お、あ、広島サイズですね。広島サイズそうですね、30から40ぐらいの間が結構釣れるんですよ。お、来ました来ました、走った。おお、当たりました。結構早いタイミングで当たってるんで、もう落ちる時にもう見つけて食ってますかね。これ5匹目です。これはいい感じのサイズかもしれないですね。広島サイズ、元気がいいんですね。元気がいいチームです。今落ちおる間に何か当たった感じですよね。そうですね、今日まで始まる。お、餌が効いてきました。左側の釣り座の、平野さんも今かけられております。これで6枚目。1分前です。交代1分前。そうなんです、これ釣り残すと次の方に絶対釣られてしまうんでですね、これ重要なんですよね。お、目についたか。30秒。いや、大丈夫です、出てくると思いますよ。まだまだ余裕があります。終了から1分で取り込まないといけません。1、交代です。ここから1分、これは貴重な1匹なんですが、入り込んでる感じなのかな。こう割れ目にブルッとはなかなか入らないとは思うんですけど、これはきついですね。あ、来た。30秒経過。30秒だったら大丈夫。これは貴重な一匹です。あ、モニカランドったんですね、やっぱりね。20秒。もですもです。おお、貴重な一匹です。はい、 OK です。これをもうおきりかけるとき結構いいんじゃないの。最初いや、そうやね、これこれ7匹ね。じゃあね、宮島サイズ。
ダブルヒット。平野さんも来たで。ダブルヒット。もう大変。そうですね、ちょうど潮変わりがこう絡む時間帯だったんですけど、もう下げ潮がもう完全に入った感じで、今下げ潮はこう画面向かって右側にゆっくりとこう流れてます。今画面向かって、平野さんのポイントは、まあ、結構あの遠浅ポイントで、先ほど有本さんものすごい遠投されて釣られてたんですけど、同じぐらい距離は投げられてます。で潮もあのこちら流れてますんで、今からまだ全然挽回できる、釣り座的にはいいポジションに入られてると思います。引き巣は今3枚なんですけど、型は結構揃ってるんで、またあの大きいのが出ればですね、逆転のチャンスもあると思います。遠投で練り餌だったですね、今のは。結構投げられてましたから、これで4匹目です。盛り上げです。これで5匹目。まだ時間はたっぷりあるんで、わからなくなってきました。なかなかのサイズです。ちょっとノッコミっぽい位置ですね。あと1枚取ったら分からんけど、ちょっとちっちゃい今の。さあ、下げの潮が浮き出して湾の中に入っているこの温度の違うやつがこう来るんですよ ね。この、いや、この周囲を、お、来た、来た、来た。この、やっぱタイミングやね、これ今かかっと、この後がかかるかじゃね。ね、首は振ってますね。竿も結構曲がってるし、先ほどのよりはいい感じだとは思うんだけど、まあまあのサイズ、まあまあのサイズ。うん、一回りね、ちょっとね、でしょ、でしょ。さっきのがね、一個前のがちょっとちっちゃかったけ、いや、あまりに激戦だ、激戦、激戦、デッドヒート。5、4、3、2、1。6230、有本さん6230でございます。はい、はい、51やね、5100、よろしい、はい、はい、はい、それでは、発表いたします。優勝は有本さん9匹、6230。第2位が平野さん7匹、5100。山本さんはチョークがございませんでした。ということで有本さん優勝、はい、改めておめでとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。決勝戦、今回あの地元の同じ九州の先輩の平野さんがいてくださったんで、スタート開始の時は
やっぱ気持ちはちょっと楽でしたね。自分がダメでも平野さんがいてくれるという安心はありました。その時の気持ちはどうでした？やっぱ嬉しかったですね。2日目に釣りができるという環境になったんで、はい、去年はもう2日目釣りができなかったんで、はい、今回釣りができて、もう最初それだけでちょっと満足してしまったんですけどね。まあもう本当無の状態でしたね最初。本当まさか自分がですね、やっと決勝に残れるとは思ってなかったんで、本当嬉しい気持ちと恥ずかしい気持ちとですね、もう入り乱れてもうふわふわしてましたね。なるほど。でもあの第一ラウンドから、はい、順調に会長に釣れましたね。はい、あの時第1ラウンドで5枚、6枚、はあ、ちょっと枚数の方は分からないんですけど、はい、はい、いけるって思いましたか？いや、思ってなかったですね。はい、もう最後まで気を抜けん、はい、一生懸命頑張りました。いやまだ実感がないですね。ちょっと、まあ、試合終わった後ですね、ちょっと小野さんの方からお言葉をいただいて、要はちょっと泣いてしまいましたからね。ちょっとじわじわちょっと今から実感が来るんだと思います。じゃあ、 あの今後の意気込みを最後にお願いいたします。そうですね、来年も少しでも上位に残れますように1年間頑張っていきますので、よろしくお願いします。